せいたしました。2部を始めたいと思います。ありがとうございます。まあ、別に2部は僕が MC ってわけでもないんですね。2人しかいませんから、もまさにテテアテテ2人だけでというね、全て2人でやってきました。そうなんです。でよくね、ツアー中とかこのライブでお話ししてるんですけども、まあ、テテアテテはどういう意味ですかから始まって、2人だけでっていう意味ですよって、まあデュオなのでねとか、そこら辺まで止めてたりとか、録音とかね、音の担当はケイジ君がやって、そして、絵とか映像とかは僕が、まあ、やってたみたいな、ジャケットとか、いや別に全然すごくないんですけどみたいな、その2人だけでっていう意味がね。でその説明の時によく録音をケイジ君がやる、普通こう僕らはそのスタジオとかに入って楽器の前にいます。でこうヘッドホンとかしてます。で録音エンジニアさんがこっちのコントロールルームから、はいテープって言わねえかも、はい OK です、もう撮り始めてます、好きなタイミングでどうぞとか、まあクリックが流れたりとかして、まあツッとかなって始めるんですよね。でも今回はケイジ君が、まあ、ボタンというかパソコンのキーで R のキーですね、僕ははいレコードの R 設定してます、ね、はい、R のキーをポチッと押してスーッとピアノのところに座ってイントロを弾き始めて、僕がそこで一緒に吹くみたいな、クリックっていうよりこのメトロノームみたいなやつは今回一切使ってないので、うん、それなのにテンポが全然最初から最後まで変わらないですよね。まあ僕ぐらいになるとはいですよね。変わらないのも、松本君変わらないのもそれはそれでいいことなのか悪いことなのかって話もありますね。すごいですよ、体内時計の正確さですよね。やっぱまっちゃんクラスになる、ね、定期的にトイレに行きたくなるそこまでぴったり、ね、でも考えてみると、でも一日でトイレに行きたくなる時ってすごい一生かもしれない。マジっすか、ね、まあ、食べてるサイクルとかもある程度作ってはいいと思うから、ね、まあ、別にでもいつも例えばご飯を食べる時間が一緒とかってわけではないですよね。でも比較的そこを守ろうとするタイプかもしれないです、ね、そうですか、はいはい、へえ。なんか年を取ってくるとどんどんそういう感じが強まってまいりました。頑固なんですね、分かります。うん、僕も二十数年毎朝トーストと牛乳とヨーグルトって変わってないですからね。やばいですね、その感じ僕もあります。朝食が違うのはツアーでホテルに泊まった時だけですから、ね、はい、あとは家にいる時大体一緒です。そう、はい、そうそう、それでね、だからその録音の話をして、でよくまあケイジ君がこうR を押してスタートしてっていうところまでは説明してたんですけども、今日最大のね、このテテアテテ最大の秘密って、ああ今日解き明かされますか、解き明かそうかと思ってたんですけども、はいはいはい、じゃあそれどこで撮ったのみたいな話をしたことがない。ああはいはいはい、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、まあでも勘ついてる人はいるかもしれないですけど、そうなんです、はい、はい、あれはうちで撮ったんですよね。そうなんです、うちで、まあ、ピアノが置いてありますので、そのピアノが置いてあるところのちょっと脇の横っちょの方に太田さんに来てもらって、はい、で最初ね、僕がどっちを向くかみたいな、ピアノのケイジ君に対して僕がピアノの方に向くと、ピアノのマイクにソプラノサックスの音、あ、サックスの音が入るからっつって、うんうんうん、最終的にはピアノに背を向けて、そう、だから後ろで吹いてるみたいな、そう、レコーディングの最中は僕とケイジ君は全く目が合わない状態、お互いに背中向きでレコーディングしてたんですね。そうで、ピアノのマイクはまあこんな感じで立ってますので、そう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 、太田さんの、まあ、こっちだったんですよね、初め太田さんね。そうそうそう、それでこれで、そうすると音的にはどうしても反響して入ってきて、うんうんうん、一緒になっちゃう、なんかワーンとなっちゃって、うんうん、あ、意外とこれあれだねって言って、それでこっち側のちょっとゴミゴミしたエリアがあるんですけど、はい、このゴミゴミしたエリアのところに、うん、まあ、ちょうどよくなんか音も散らばって、吸音は大してされてないけど、そうそうそう、まあ、こっちでいいんじゃないかみたいな、そうそうそう、したらちょっと落ち着いて音が、あ、これだったらいけるかも、はい、みたいな。なので皆さんが CD で聴いていただいているピアノの音はケイジ君の自宅のピアノの音なんですよ。はいね、はい、これが僕は最大と思ってたんですけど、思いのほか反響がないので、あれなんですけど、そうだろうねでもそれは何でかというと、ケイジ君がちょっと前というか、その録音のちょっと前にもう録音しようって言ってた時に、うん、なんかツイッターで自宅のピアノの録音がどうこうになってきたみたいなことを言った時に、うんうん、どなたかがリプライでケイジさんの家のピアノのあれを聞いてみたいですみたいなのがあって、それに、うん、ケイジ君がね、
近々お聞かせできるかと思いますみたいな返信をしてたの。あ、まあでも本当いろいろ撮ってるんで。そうですよね、いっぱいあるんですよ。そう結構あるんですよね、自宅の方がね、うん、なんか昨日だか一昨日だか僕がちょっと投稿した、うん、なんかあまり普段そういうのやんないんですけど、なんだあれ、ボーカロイドだ。あ、はいはいはい、ボーカロイドの曲にジャズのなんかいわゆるトリオで、伴奏をつけてほしいという発注があって、それはすごいねっつって、まあ、もちろんやるけどっつってで、まあ、なんかそういう人たちだから多分制作人がみんな、まあ、こうオタクみたいな人たちばかりだから多分、まあ、予算の関係もあったんだろうけどでも多分卓録、はい、それぞれ誰も顔を合わせないみたいな、うん、割とそれが全然むしろそっちの方が楽みたいな感じの人たちが多分多かったんだと思う、うん、それで卓録でっていうと最初に条件であって、うんうん、そう、それで家で録音できる人たちをまずチョイスして僕が、ね、それでわーってアレンジして撮ったんですけど、それも家でだから撮った。なんなら僕の人生初の卓録はケイジ君だったんですよ。ケイジ君が僕家まで来てくれて、はい、僕のまだ録音設備の何にもない部屋にケイジ君がパソコンとマイクを持ってきてくれて、で何吹いたんでしたっけ、モノグラフのやつ。あ、ですねですね、はい、モノグラフっていう CD 今日も持ってきて、はい、来てるんで買ってほしいんですけどそれの中のあれ本当はね、ライブ一発撮りみたいなのを売りにしてるんですけれども、ライブ一発撮りの曲もありますよね。そう、曲もあったんだ、あるんだ、全部そのはずだったんですけど、太田さんがあの日ライブが入ってて、そう、六本木のうーんっていうなんかあーなんとかっていうライブハウス、録音の方の進行も非常に遅延していて、1時ぐらいから撮り始めようねって言ってたのが、撮り始められたのがもう3時近くとかね、で太田さんは4時には出なきゃ絶対遅刻するみたいな、そういう環境の中 なので後から1曲だけ参加して帰ったとか、そんな感じでしたっけ。2曲、いや、アベオセアニカとなんだっけ、はい、ビフォーユーなんとかは、はいはいはい、その場で録音したんですけど、その後のなんか インサンテーションとか、あの辺は僕が後からサックスをね、そのケイジ君が僕の部屋で録音したんですよね、はい、インサンテーションもしかしたらやってたかもしれない、あのそこで。だからやってないのは、だからリボンオブ、リボン、はい、オブライト、はい、僕だけ後から吹いたのかもしれない。それはだから結構制作過程が面白くて、その場での演奏は石成さん、うん、ギターでいたから、石成さんがほとんどメロディー弾いてるんですよ。そうそうそう、でもそれはボツになっててそう、僕が後からそう、石成さんには改めて、それも卓録で石成さんに家で弾いてもらって、そう、太田さんがこれ上でメロディー弾くからって言って、はいはい、伴奏を入れてみたいな。そう、そんな感じになってたりとかするっていうね。というですね、まあ、つまりそのケジ君のピアノ、自宅のピアノが、まあ、テテアテテに吹き込まれて、なんならもっと言うと、うち中開けていただくとね、ケジ君の写真と僕の写真がこうぼやーっとしたのがあるんですけど、あれがそこの写真ってことですね。そうです、はいはい、僕がケジ君とピアノ座ってるとこ、僕がこう遠目にこう、あ、なんか電球が、あの電球がジャケットのと似てるからとか言って撮った、僕が撮ったと、僕がこうやってサックスを持ってるのは、置いてセルフタイマー10秒でこうやってやったんですね。僕はなんかその時別のことしてたんですね。そうそう、多分ね、ちょっとなんかケイジ君が別のなんかこう作業してるんで、あ、この間になんか写真撮っちゃおうとかってこうやってやったのが、あるので改めて見返してください。それでは、ね、セカンドセットをお送りします。はい、はい、しかもこの、1曲目はこのそのレコーディングで最初に撮った曲で、まあ、我々も経験があるというか、ライブで結構やってたので、僕の、別のアルバムにもその入れて再録ってことになってます。 MOMP って曲をやってみたいと思います。Thank you.
はい、ありがとうございました。モンプ、MOMP という僕だけじゃなかったですかね、モンプって呼んで今言ってしまいましたモンプ、モンプ、はい、モンプでした、MOMP、でしたね、はい、thank you.
がとうございます。アスリーピングという曲をお送りいたしました。泉さんの曲でノーザンアイランドブリーズを最後にお送りします。今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。どうもありがとうございました。もう一度松本健二、ありがとうございます。サックス太田健、ありがとうございました。曲が出て CD ツアーファイナルにお越しいただき本当にどうもありがとうございました。引き続き CD で楽しんでいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして本日の